どうも、久保です。今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。ダイドルスね、バージョンアップを最近はパパパッと3つぐらい連続して続いたみたいですけども、Windows のバージョンによってはなかなかね、えー、動機がされなかったりとか、終了しなかったりとか、不具合があったみたいでございます。まあでも全体的にはさすがダイダルスウォレット。私たちの体のをしっかりと捕まえてくれてますね。はい。えー、そしてですね、そろそろ 確定申告に向けて、今年の利益確定もしないといけないかなっていうところを、ひしひしと感じてるわけですけども、実際には日本円にキャッシュアウトするのはね、来月でよろしいかと思いますけども、まあね、こうやって、私の場合はあの3月ぐらいからだったんですけども、おおむね1年、9ヶ月ですか。9ヶ月回してみると、あ結構な金額になりますね、本当にね。軽く年収ぐらいになっちゃいますね。ただ、理確しようと思うとね、なんだか知んないけど、体の,の価格落ちてませんか <laughs> いやいや300円ちょっと超えるぐらいでね、利格したかったんですけども、現在は200円も切ってる状態でございまして、えー、暗号通貨業界全体的にちょっと斜用なのかなと思いますけど、まあ、まあでもね、ステーキング報酬ですからね、ありがたく、頂戴できる部分は頂戴していって、それを、まあ、税金と、それから来年の生活費用なり、何なりにね、振り分けていこうかなといっことでございます。まあ、これからもよろしくお願いします。で、YouTube ね。 すごい力を持ってます。男組というね、私がまだ中学生ぐらいの時に結成したジャニーズのバンド。それが5年ぐらいの活動期間だったらしいんですけども、だから私がね、大学生になる頃にはもう解散していたんですよね。うん。まあそのね、男組っていうのが、YouTube で4人のグループだったんですけども、それぞれが YouTube で活動していってて、で、 コラボしたりとかいうのが始まってね時代を経ていろんなわだかまりも若い日の過ちということで再結成するんじゃないかなという動きが昨年ぐらいから始まってるんですよねでジャニーズ事務所のジャニーズ北川さんっていう、まあ、創業者の方がこの前お亡くなりになった時にやっぱりジャニーズということで元ジャニーズの方も集まるわけですよそこで何かしらのコミュニケーションが起きてまあジャニーさんもお亡くなりになったし新しい時代だよねと今だから タッキーですかね名前はよく知らないですけどあのかっこいいタッキーが実験を握ってるというふうに聞きますけどもでも彼ももうねインターネットの時代の申し子ですからそして男組に憧れながら入ってきたという部分もあるんで彼自身もああいうふうなね先輩グループの再結成を望んでるんじゃないかなと少なくとも仲違いした時代のことは知らないと思いますので。 あのそういうのなしのねフラットな気持ちで、まあ、見てくれるんじゃないかなと期待しております、ね、ファンの一人としてもう一回ねあの突然解散してしまった男組の続きを聞きたいなと思ってますよね、うん、YouTube 見るとねみんなね全然声のパワー衰えてないんですよ50過ぎてもまだ20代の若々しい声のままさすがプロフェッショナル歌い続けた男だなと思っておりますまあ私たちはね えー、このインターネットとか暗号通貨の業界で、まあ、暗号通貨の男を目指しましょう <laughs> ということでございます。どうもありがとうございました。では失礼します。